第85回外戦文章、第85回外戦文章、第85回外戦文章とは2006年10月1日にパリのロンシャイ競馬場第7競争として芝2400メートルで行われた競馬の競争である。実際に出走したメンバー以外にも有力馬が登録していたがエプソムダービー馬のサーパーシーは直前になって回避し、 エプソム・オークス・馬のアレクサンド・ローバとベルメイ優勝に優勝したんで社は、品バ限定のオペラ賞に出走することになった。また、ヨーロッパ競馬界の2大馬主であるクールモアグループが、ハリケーン・ラン1頭、ゴドルフィンは、エレクトロ・キューショニストが急したこともあり、出走話となった。地元フランスのリーディングトレーナー、首位調教師、アンドレ・ファーブル級社から3頭が出走。 その中でもハリケーンランは前年の同競争の優勝馬であり、同年もイギリスのキング・ジョージ・6世アンド、クイーン・ウェルザベス・ダイヤモンド・ステークスを優勝していた。シロッコは前年にアメリカのブリーダーズ・カップ・ターフを勝ち、同年もコロネーション・カップでウィジャボードを破っていた。この同級者の2頭は外戦門賞の前哨戦フォア賞で対決し、ハリケーンランは 直線で一度も無知を使わないなど互いに余裕を残した競り内容ではあったものの、白っ子がハリケーンランを首差を割いて勝利していた。3投目のレールリンクは3歳馬で、同年7月のパリ対焦点で G1 グループ1競争初勝利。3歳馬限定の外線門賞前勝戦である、2L ル章も勝って4連勝で臨んでいた。 主戦のクリストフスミヨン騎手が白っ子を選んだため、ステファン・パスキエ騎手に乗り換わることとなり、離された4番人気だった。この3頭以外の出走馬はというと、6歳頻馬のプライドは、同年になってから花開いた遅咲きで、サンクルー対象展では、ハリケーンランを破り、G1、グループ1競争初勝利。前走のフォワ賞は3着だった。また、 イギリスから遠征してきた3歳馬、シックスティーズアイコンは、セントレジャーステークス優勝馬であった。地元フランスのアイリッシュウェルズは、G2、グループ2競争のドービル対商店優勝馬、ベストネームは G3、グループ3競争のプランスドラン受賞優勝馬であった。日本からは、ディープインパクトが出走。前年の中央競馬三冠馬であり、この年も、天皇賞、春、 宝塚記念を勝利してフランスへやってきた。起乗した竹という騎手は前日の G2 グループに競争で、大道馬、競争馬の遠征の際に同行する馬のピカレスクコートに起乗し、日本の条件馬ながら2着と検討。G1 グループ1競争のフォーレ賞でも2着に入っていた。馬の外戦門戦のために日本中央競馬会では、 馬券は購入できないにもかかわらず、外線文章の宣伝 CM を放送するほどの熱の入れようであり、NHK も地上波で生中継することとなった同競争の地上波性中継は、過去に富士テレビがシリウスシンボリの挑戦のため、放送した第65回の1回のみ。この競争のテレビ中継の平均視聴率は、関東地区で16.4%、 関西地区で19.7%、さらに瞬間最高視聴率は関東地区で22.6%、関西地区で28.5%となり、深夜にもかかわらず高視聴率を記録した。入場者も約6万人のうち日本人が1割を占める6000人と発表されている。日本国内でもウィンズ高楽園、ウィンズ道頓堀、プラザエクース渋谷の3カ所で、 パブリックビューイングを行ったが2000人以上の観客が集まった。前売り段階ではイギリス大手のブックメーカーはハリケーンラン、シロッコ、ディープインパクトの3頭を3から4倍程度に設定した。大きな乱れもなくスタートが切られた。ディープインパクトは良すぎるほどの後発を見せ先頭に立ってしまう。これはヨーロッパの競馬はスローペースで進むことが多く、 日本の競馬に比べると、スタートが遅いためである。一度は先頭に立ったディープインパクトだったが、外のアイリッシュエルズを行かせて2番手。8頭立てということと思い切っていく馬がいなかったためもあり、スローペースの一段でレースは進む。しかしディープインパクトは日本では常に最後方に構えていた馬であり、レールリンクがディープインパクトの後方につけた。800メートル。 メートル。以下も同じあたりで、白ッ子が行きたがったため白ッ子に譲り3番手に交代。その後はしばらく順位の動きもなく、淡々と進むが徐々にペースは上がり、最後の直線手前のフォルスストレート、ロンシャン競馬場の甲を3章で、騎手は持ったままだが早めに動いてしまう。最後の直線。残り500メートルから前の2頭と3頭を並走で、 ディープインパクトが先頭。残り300メートルで前の2頭をかわしたが、ディープインパクトをマークしていた、レールリンクが外から襲いかかった。そこからしばらく2頭は激しい追い比べを見せた。残り200メートル付近では、レールリンクがやや前に出ていたが、残り100メートルでは、ディープインパクトが一旦差し返しを見せるも力尽き、残り50メートルでは、完全に、レールリンクにかわされ、 残り20メートル付近では2頭の直後につけていた、プライドにもかわされ3着に終わった。レースは上がりハ波論が、推定56秒と5波論の重傷並みの時計が、抱いて、先行場には厳しい流れとなり、総崩れとなった。勝った、レールリンクは道中は、完全にディープインパクトの直後につけていた。ディープインパクトが、早めに動いてもついていき、追い出しも、早めだったが、 ディープインパクトの外に持ち出すと加速つき、一気に並びかけ、競り落とした。プライドは、最後の直線まで最後方で我慢していた。直線は早くもバテてしまった馬をかわしたが、ディープインパクトとレールリンクが壁になっており、残り300メートルでは五番手。残り200メートルで、レールリンクの外に持ち出すとそこから伸びを見せ、決勝戦手前で、ディープインパクトをかわして2着に食い込んだ。 一方、三強と呼ばれたうちのハリケーン弾は道中はディープインパクトのうちに入る四番手で進んだが、前が全く開かず馬の反応も悪く、四着が精一杯だった。白っ子は前述のように二番手を進んだが、ディープインパクトにかわされるとその後はズルズル後退して、しまい、再開八着に沈んだ。以上は競争当日の入選順位。勝った、レールリンクは、 フランス国外で生産された馬としては、前年のハリケーンランに続く18頭目の外戦門賞優勝。ステファン・パスキエ機種ー騎手は外戦門賞初勝利。アンドレフ・アブル調教師は、前年に続く連覇で調教師最多の7勝目。2位は4勝で3人。馬種のハーリー・ドビン・アブドゥッターは3勝目。その後、同年10月19日に、 レース後の理化学検査でディープインパクトの体内から禁止薬物イプラトロピウムが検出されたとフランスギャロが発表し同馬は失格となった。詳細はディープインパクト禁止薬物検出事件を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。